イヴ・トーレスは、アメリカ合衆国コロラド州デンバー出身のダンサー、モデル、プロレスラーである。WWE に所属していた。夫は、柔術家のヘナー・グレイシー。引退後は、グレイシーアカデミーでトレーナーをしている。大学卒業後に、モデルやダンサーとしての活動を始め、2006年から2007年にかけて NBA のロサンゼルスクリッパーズのスピリットダンスチームの一員となる。2007年には WWE のディーバサーチに応募し、優勝者となり、賞金と WWE との契約を勝ち取る。その後OVWでトレーニングを開始する。2008年2月頃からバックルームでのインタビュアーとして、スマックダウンに登場する。デビューしてからは、リング外の活動だけであったが、11月には16人、ディーバタッグマッチで初試合を行った。しかし勝利とはならなかった。2009年に入ると、ミシェル・マクールと短い抗争を展開する。5月頃には追加ドラフトで移籍してきたレイラと、抗争を開始する。またこの頃から、クライムタイムと共に行動することが多くなる。10月に行われたディーバトレードにより RAW へ移籍。移籍後はクリス・マスターズとの恋愛ストーリーが展開されたが、すぐに終了となった。2010年4月12日の RAW でマリースに勝利し、ディーバズ王座を獲得した。しかし6月20日のフェイタル4ウェイのフェイタル4ウェイ形式の王座戦で、アリシア・フォックスがマリースからフォールを奪ったため負けずして王座を失う。2010年秋頃からRトゥルースとダンスコンビを結成するが鳴かず飛ばずでフェードアウトする。その後はシングルで活動が多くなり、2011年1月30日のロイヤルランブル2011でレイラからフォールを奪い2回目のディーバズ王座を獲得する。しかし、2011年4月11日の RAW でブリーベラにフォールを許し王座を失う。そしてシングルで活動していき、ベビーターンを果たしたザック・ライダーとの恋愛ストーリーが2011年11月頃から始まった。その恋愛ストーリーにジョン・シナも友人として絡んでくるようになり、3人とケインの抗争が始まる。2012年に入り、ケインに攻撃され、車椅子生活となったザックを支えていたが、ケインに救急車の中に連れ込まれ拉致されそうになってしまう。シナが助けたが、その瞬間に、イブはシナにキスをし、それをザックが目撃して、三角関係のようになってしまう。しかし、イブはシナを利用して目立ちたがっていただけであった。2月20日の RAW にて、イブがそのことを、ベラツインズに自慢しているところをシナに聞かれてしまう。そしてリングの上で、シナから、ザックのブロースキーとホーを組み合わせた言葉ホースキーと呼ばれ、さらにザックからもホースキーと呼ばれてしまったので2012年2月27日の RAW にて正式に、ヒールターンを果たす。その後は、ジョン・ローリネーティスの秘書をしたり、ローリネーティスが解雇されると、新 GM のブッカー T の秘書として活躍。権力を得ようとし、上級顧問のテディ・ロングを貶めようとする。さらには、アクサナを使って、ディーバズ王座戦出場権を得た、ケイトリンを攻撃させた結果、自分が王座戦に出場。レイラを倒して、ディーバズ王者になった。その後も、うまく立ち回り、卑怯な行いの咎を負うこともあまりなく、王者として活動していたが、年末に、ケイトリンとの抗争が再開。2013年1月14日の RAW20 周年、記念放送中の王座戦に敗れ王座を失い、さらにその王座戦が、自分の不利に働いているなどしていたことで憤慨して、自分から退団を宣言した。ありがとうございます。